真の陽キャは陰キャに優しいっていうのよく聞くじゃないですか。で、個人的に思うのは、真の陽キャも性格悪いと思うんですよね。でもだからそれがどうしたって感じなんですよね。陽キャって大体陰キャを一括りにしてバカにするだけしか能がないんですよね。僕は陰陽問わずいろんなタイプの人間の中身を見てきたけど、才能があったり面白かったりして、一概にバカにできないってわかるんですよね。でも陽キャは陰キャの才能や面白さに気づかず、バカにするしか能がないんですよね。